出ました。130ヤードキャリーで、すごい、こんな飛んだんだ。スイングキャリー SC300 超軽量持ち運び式の弾道測定器 1.5m 後ろにこれを置くだけ。ここで7番アイアンで選択すると、こっちもね、今同期してるから勝手に7番アイアン。ちょっとランでちゃったけど、キャリーは出てる。 SC300i に変わって、さらにセンサーが良くなって実測値に近くなりました。これあったらめっちゃ練習になるよね、欲しい。もう分かんないですかね。このままでもすごい上は雨雲が一応、ないから。焼けた。あ、でも、はい、でもピン位置やばいですよね。35ヤード58ドル。でもよかった、雨上がって。そうだね。優しい。ありがとう。ちょっとケースが汚いんですすごいよね。でも今風計算したんですか？右から来てるの。
ちょっと。今日のちゅうちゃんのゴルフウェア紹介をしていきたいと思います。ちえちゃんといえばガッチャ。はい、今日もガッチャです。はい、オレンジ色ですね。バイザーとおそろいです。バイザーとおそろい。パンツもガッチャです。ガッチャ、ガッチャ基本ね、メンズのゴルフウェアなんですけど、ちえちゃんは S サイズと XS。 あ、XS があるんだ、はい、とパンツは切ってるらしいので、ぜひ、はい、男性の皆さんガッチャ見てみてください。後ろ見ちゃったえ、お揃いね。あ、たまたまなんか後ろの組の方がお揃いの服を着てて、ね、はい、これで着てたね。ガッチャね、お揃いで、お揃いでしたね。はい、ひまりちゃん、ひまりちゃんのゴルフウェア、ちょっとこれはセシルマクビー。はい、これから出るゴルフウェア。これから何月発売かはちょっと、うん、まだ聞いてないんですけど、はい、セシルマクビーが、ゴルフラインみたいな、うん、スポーツラインみたいなのを出して、うん、新しく出たゴルフウェアです。可愛いですね、モノトーンで。はい、え、ちょっとですか、刈り上げてみますか。あ、恥ずかしいあの、まあ、これ借りたてじゃないところを見られるのが一番恥ずかしいんですよ。あ、そうなの。はい、借り上げてる。半分借り上げてます。これはどういう意図です。これちょっとゴルフウェアの紹介じゃなくなっちゃったけどゴルフウェアはね、かわいいし、素材もすごい伸びます。伸びる、伸びます。もう伸びますね。はい、いい感じ。涼しいです。これ、うん、これは私極度の面倒くさがりなんです。うんうんうん、ドライヤー嫌い。うん、乾くの早い。半分の時間短縮、簡単な話、簡単な話、半分の時間短縮なの、半分ないですからね、そこまでないですから、そうなんだ。半角にする。でもさ、はい、エクステをつけたら乾きにくそうだけど、それで、うん、まあ、プラマイゼロになっちゃう時もあるみたいな。あ、なるほどね。でも基本刈り上げてるみたいな。へー、早く乾くんだ。こういう感じで新しくセシルマクビーからゴルフラインが、はい、出ます。出るそうなので、はい、しかもこのバイザー、はい、うん、パリパリじゃないんですよ。あ、確かにゴムなんだ。そうだから、あの毛とかがこう絡まらない。バリバリにくっついて切れちゃったり結構毛がするんですけど、これだと、まあ、スポだから全然、はいはい、頭の大きさ関わらずフィットするということで、フィットしちゃいます。あと痛くない、うん、いい感じ、いい感じです。はい、ぜひ。で、ひまりちゃんのクラブ、はい、見ていきたいと思います。ちょっと食べちゃってドライバーは、はい、マーベリック、はい、ドライバーだけ、14以外のクラブを使ってるんですけど、うん、あとフェアウェイトとかは全部14 の、 あの CT218 使ってます。ドライバー5番ウッド、あ、3番ウッド、5番ウッド、7番ウッド、 UTT 5番 UTT、9U です。9番 UTT 23、じゃあ、ね、年季入って恥ずかしい。確かにちょっと古いですね、アイアンが、はい、アイアンは6から入ってます。6から、あ、これも14なんだ。はい、6789PA っていうのは、うん、まあ52度とピッチングの間なんですけど、あの、これちょっと飛ぶように作られてて、多分6番アイアンがだいたい 5.5 ぐらい
へえ。5.5 番アイアンぐらいなんで、ちょっとここの間がきついちゃうんで、PA っていうのを入れてます。でこれはひまわりちゃん用に飛ぶように作る。いやそういうのって、もともと多分14自体がアイアン飛ぶように雷角がちょっと立ってるんで、はい。なるほどね。あ、じゃあ全部14なのね、ドライバーが。はい。以上、ひまわりちゃんのクラブセッティングとウェアの紹介でした。いけますか？いけるね。めっちゃ暑い。暑いね。5章からのプレイ。危なかった。なんかすごく見える。ドライバー同じぐらい。どっちの方飛ぶ？どうだろう。まいちゃんの方が飛ぶ、飛んでる。109ヤードで9番アイアンです。ありがとうございます。ありがとうございます。204ヤードあります。飛ばし気取った。104ヤードです。何番？ピエです。ピエ、もっとそう。いやー、残ったなーっていう保険をかける。そうだね、がっかりしちゃうからね。すごい。熱い。やばいですね。やばい。蒸してる。先輩気に入ったの欲しいよね。そうだよね。業務用のやつ買うか。いや、持ってるゴルフ着てる人。大きいちっこいやつね。そうだよね。あのちっこいのやつだからもっとでかいやつ欲しい。音で何にも聞こえなくなってくる。グリーン奥の停止位置まで。近い近い。2人。めっちゃ濃いのに、かわいい。でしょ。マジで下出てる。変だわ。この間あのオリンピックの解説で、うん、誰だっけ、何かの格闘変なの話した。変なのって言っても、まあ、もちろん世界レベルのうまさだけど、うん、岡本彩子さんが、うん、多分解説してたのが、うん、勝負どころのパターンは薄く読んで強く打ってもらいたいですねとかいうのがもう頭に残りすぎだから薄く読んで強く打ったの。そうか。このレベルのプロでも薄く読んで強く打てば入るって話なのかと思って真似したんだ。それが残ってた。だってまだ数日前の話ですよね。そうだね、うん、え、
どうするって、マジで叩かれそう。大丈夫、変なのじゃなくて、うん、まあでもうってなっちゃったんですよ。ちょっと弱くて、京都のなんか読みすぎみたいな。はいはい、曲げてね、出ようとしても今のさ結構切れるラインだもんね、うん、短いけどなんか、うん、超傾斜に切ってあるんだ。そうだね、だから、ね、気持ち悪い。